アインザッツグルッペン裁判の際のエドゥアルトシュトラウヒ。エドゥアルトシュトラウヒは、ナチスドイツ親衛隊の将校。最終階級は、親衛隊中佐。戦時中に移動殺人部隊アインザッツグルッペンの指揮官をしていた。エステン出身。エアランゲン大学やミュンスター大学で進学を学ぶが、在学中にコースを変えて、法学の学位を取って卒業した。 1931年12月に新英大隊,隊員となり、1934年から SD で勤務。他の多くの SD の将校と同様、シュトラウヒも独ソ戦の開始とともに、アインザッツグルッペンの指揮官の一人に任じられた。アインザッツグルッペン A に属するアインザッツコマンド2体の隊長となる、1600人のユダヤ人がルームブラの森で、 殺害された1941年11月30日のルムブラ大虐殺には彼の部隊も参加している。1941年12月からは白ロシアの保安警察及び SD 指揮官に任じられている。白ロシアのナジスの行政官の報告書によると彼の部隊は単独で5万5千人のユダヤ人を10週間で処理したという。しかし彼は ロシア占領地域親衛隊及び警察高級指導者であった親衛隊大将のエイリヒホンデムバッハ・ゼレウスキーと折り合いが悪く、ゼレウスキーはシュトラウヒについて私が今までに出会った人間の中でも最低の人間などと述べている。ただし、ゼレウスキーもロシア占領地で民間人の虐殺を行った人物である。1944年5月31日からは ベルギーのバロニエンの保安警察及び SD 指揮官となり、1944年10月からは武装親衛隊に編入された。戦後、アメリカ軍によるアインザッツグルッペン裁判にかけられた。シュトラウヒは精神病を装って罪から逃れようとしたものの、ミス化されて死刑判決を受けた。ところが、ベルギー政府からシュトラウヒがベルギーで犯した。 戦争犯罪を裁くために身柄を引き渡して欲しいという要求がアメリカにあり、アメリカがこれに応じたためュトラウヒはベルギーへと移送された。ベルギーの法廷でも改めて死刑判決が下されたものの、結局刑が執行されることはなく1955年に行くルデ病死した。ありがとうございます。